少女を美しくするのは化粧ではなく熱情さ。あなたが先生か。今日から私が一緒にいてあげる。任務なら私に任せて。私ベリタス副部長、香美千尋。もしうちの子たちが問題を起こしたらすぐに私に知らせて。ミレニアム学園、音瀬こたま。先生の声が聞こえたのでここに来ました。自警団任務の延長ですね。過ぎたではなお及ばざるがごとし、今日だけは仕事を忘れて私と一休みしませんか。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。ご主人様と一緒に。ようやく海に到着です。さあ先生、たっくさん遊びまし。風紀委員長のひな、私の名前は知ってると思うけどよろしく。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。あ、ったく、
結局見つかっちまったか。こうなった以上手伝うしかねえな。ミレニアム学園、のんびり行こうよ。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたが、いつでもおっしゃってください。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。試練が怖いとき、おいでくださいました、先生。こののどか、温泉郷のおかみとして真心を込めておもてなしさせていただきます。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ゲヘナ学園、給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ゲヘナ学園、給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。What?